道に迷わなければの答えをたどり着ける。寂しいと言ってないだけがとても人間らしくて。達也、私もう十分だから。とても好き。誰だお前。俺は本田克也と言います。第一印象は変な教師だった。見下しましょう、一緒に。